こんにちは、レガリアです。今回はiVideoさんのこちらの au4g LTE のルーターをいじっていきたいと思います。はい、では早速こちらのルーターを見ていきたいと思います。まずこちらですね、表面こちらにボタンがあります。これが電源のボタンになっていますね。上には au マイクロ IC カードとあります。あと隣にですね、リセットボタンがあります。横は何もないかな、はい、下側はマイクロ USB の充電ポートと、あとは WPS のボタンがあります。裏面には無線 LAN 初期設定とあります。 SSID とパスワードが書かれています。はい、それでは早速電源を入れていきたいと思います。お、入りました。 Wi-Fi ウォーカーと書かれてますね。ウェルカム。はい、ということで表示が出ました。バッテリーのメモリはマックスですね。電波の表示も4本マックスです。では早速ですね、こちら接続していきたいと思います。はい、こちらまず携帯の画面です。接続のところから設定に入っていきたいと思います。 Wi-Fi オンになってますね。はい、早速表示されてます。こちらのルーターの機種名が HWD11 となってます。早速もう出てますね。ではこちらにパスワードを入れて接続していきます。こちら SSID が2種類書かれているんですけども、 SSID1 と SSID2 があります。 SSID の最後が C0 と C1 になってますね。こちら携帯の画面には C0 の方が出てますので、こちら SSID の下に書かれています WPA キーというんですかね、こちらを入力していきます。でちょっと長いんですけれども入れていきます。大文字小文字と数字が混じってて結構間違いやすいですね。ということで WPA キーを入力しましたので接続をしてみたいと思います。お、接続になりました。はい、 OK ですね。この携帯の上のところですね、こちらにも Wi-Fi のマークがつきました。はい、今現在平日の10時12分ですね。はい、それでは早速速度を測っていきたいと思います。はい、測定が終わりました。ダウンロード 18.85 Mbps、アップロード 13.30 Mbps となりました。
まあまあ速度出てますね。なんか遅い遅いって言われてたと思うんですけど、結構普通に使えるレベルの速度は出てると思いますよ。はい、ということでですね、こちらアイビデオさんの au4g LTE のルーターなんですけれども、速度チェックが完了しました。まあ、以前もですね、この場所でスピードチェックをしたことがあると思うんですけど、ちょっと日が違うので参考になるかわからないですけど、ちょっと比較してみてください。以前の動画なんですが、はい、はい、ではこちらですね、 au の電波でもそんなにですね、すごい遅いなっていう感じはなく、18メガとか出れば全然問題なくインターネットとかできますよね。うん、いいんじゃないでしょうか。まあ、au の電波がですね、いい悪いっていうのはその場所にもよるとは思うんですけども、もう一つ 304ZT ですねの機種があるんですけども、今そちら4000円、月額4000円になってますね。こちらの au のルーターの方は月額3800円となってますので、200円差があります。まあ、少しでも安いという方はこちらの au の方がいいのかなという気がします。バッテリー持ちもこちらの方がいいですよね。なので本当に外に出歩く人はこちらの方がバッテリーが長持ちするんでいいかもしれないですね。うん、はい、ということで今回はアイビデオさんの au4g LTE のこちらのルーターの速度を測っていきました。アイビデオさんの 304ZT のルーターがないので速度は比較できませんが、この au のルーターの方でも全然問題なくスピードは出てると思います。普通に携帯をいじったりとか、パソコンでですね、インターネットを見るとかだったら全然問題なくスピードは出ると思いますので、もしよかったら皆さんも使ってみてください。それでは今回も動画を見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録の方 もよろしくお願いします。もしよかったら他の動画も見てください。それではまた。